やるのか。組織のことは忘れて生きるはずじゃなかったのか。その銃をまた見ることになるとは。好きにしろ。お前には調整が必要だ。深追いするな。時岡、昔の名だ。 T でいい。銃は、母が銃をグレーブに。安心しろ、銃は奴の元に戻った。じゃあ組織を、ハリー・マクドエルを止めてくれるのね。奴らは最悪の亡霊を目覚めさせてしまった。組織の人間は一人残らず墓場行きだ。
私、あなたに会ったことありますか？時岡から聞きました。あなたのこと、ママの古い友達だったって。こんなひどいことに巻き込んでしまって、ごめんなさい。腕鳴らしは済んだか。これで組織の連中はお前が帰ってきたことを知るだろう。もう引き返すことはできん。ハリーを倒すまで屍を積み上げ続けるしかないぞ。 G ブロックの南端に廃工場がある。町に流れているシードはここからのものが大半だ。潰せば組織は大層な打撃を受けるだろう。仕切っているのは算したばかりのギャングだが、シード付けで力の加減を知らない連中ばかりだ。せいぜい気をつけろ。こんな形で俺たちがまた動くことになるとは皮肉なもんだ。ビッグダディはあの世でどう思ってるだろうな。自らが封じた死人兵士の採用を。せいぜい気をつけろ、グレイブ。
ガングレイブ。一度だけハリー・マクドウェルと会ったことがあります。まだ幼い頃、握手をした後、笑って頭を撫でてくれました。なんで彼は私たちを狙ったの？わからない。私、自分があの組織のビッグダディと言われた人の娘だというのは知っています。でも、なぜ狙われなければならないの？もう関係ないのに。ママとはどんな関係だったんですか？少し知りたい気がします。ママとは少し。街は随分と静かになった。シードが切れただけじゃない。トシキとお前の戦いを多くの人間が固唾を飲んで見守ってる。この町では最後の希望だとお前のことを噂しているぞ。しかし希望か。お前にこれほど似合わない言葉もないな。タレコミがついさっきあった。ハリーの居場所について売りたい情報があると言っている。K2 ブロックの中華街にいる情報屋だ。罠かもしれんが、気をつけて行け。あの子には派手ではないが静かな強さがある。母親譲りだな。とはいえまだ子供だ。眠る時も震えが止まらんようだ。こんな目に遭わずに生きさせてやりたかったな。随分と調子は戻ったようだな。随分と。パーティーがあるのね。新しいボスの顔見せで随分人が集まってるって話。バカらしい話ね。ヤクザ風情が偉そうに。私若い子だ。
これはこれはグレイブ、お久しぶり。ユーコンの世界から蘇ったという噂は本当でしたか。死人め、レースら棺に置き忘れてきたと見えるな。まあ、待ちなよ、文治。グレイブ、あんたも組織の一員だったんだろう。一宿一般の恩どころじゃないはずだ。それを忘れて幹部様たちに銃を向けちゃうなんて。やりてえならかかってこい。腹ごなしに遊んでやる。バカボイ言うたんだ、グレイブ。不気味な男たちに襲われたの。あれは何？白くて正気がなくて、ものすごい力で私たちの乗っていた車を引き裂いたわ。あんなの人間じゃない。組織は、ハリーはあれを使って何をしようとしているの？この街の支配？それとも。たくさん人が死んだ。これからも死ぬの？あなたは無事でいてください、グレイブ。あなたは ハリーはタワーに隠れたようだな。難しいことになった。あの場所にたどり着くのは容易ではないぞ。この町を支えるタワーの秘密、ハリーはそれを掴んでいるのかもしれん。青白き不死の兵隊の噂は耳にしていた。やはり組織の急激な拡大の裏にはその人外の力があるか。俺たちの技術も大概人手なしのものだと思っていたが、ハリーもやってくれる。いいぞ、潰し合いにはちょうどいい。存分にやろうじゃないか。終わったら
すべて捨ててこの町を離れよう。どこか行きたい場所はないのか、グレイブ。どこ。待て、グレイブ。今日は交換の日だ。チェンバーの用意はできている。ドクター、彼は？この体は全ての血液を定期的に交換せねばならない。奴が心と引き換えに手に入れた殺戮用の体だ。
ボブもしくじりました。反逆の理由はビッグダディへの忠義ですか。何ですか、ジジイの忘れ方にそんなに大事ですか。死人が一人前に。いいでしょう、ここがあなたの終着駅です。私を助けてくれた男の人があなたにタワーで会おうって。グレイブ気をつけて。私たちこれからどうしたらいいの。私たち
が道場によくぞ参られた。しかし、ここまでだ。手合わせねえ。グレイブ、よかった。さっきの爆発、ここまで響いてきたわ。外は大騒ぎになってる。怖いけど、ここで待ってるわ。私なら平気。ドクターを一人にしておけないもん。もう、誰かを失うのは、いや、悪い夢を、すべて壊して、必ず帰ってきて、グレイブ。とうとうこんなことになっちまったな。あんたが消えてからも俺は、あんたがやったように組織でやってきた。俺がこれからやることは、すべてあんたが叩き込んでくれたことだ。行くぜ。
勝てねえのか。助かったぜ。こんな情けねえ姿の男が射程だとは思い出したくもねえだろう。恩の代わりにせめて倒そうと思ったが何も返せなかったな。すまん。ブランドン、どこまでも行こうぜ。ブランドン、薄暗いあの場所なんか見えなくなるくらいにな。力が欲しいな。そのための自由で大きな力が。ブランドン、私の組織が調和の時代を迎えた。私の望んでいた形だ。これからはゆっくりと行きたいものだ。マリアと腹の娘のためにもな。ブランド、私たちは汚れた場所で育ったけど、この子には普通の世界で生きてほしい。この子の世界を守ってほしい。ありがとう。ブランド、ボスをやろう。あるものを手に入れた。この町すべてを手にできるすげえものだ。いいか、これはチャンスだ。今やらなきゃ俺たちは上に行けねえ。それにマリアもお前のものだ。なんて臆病もんだ。失望したぜ、ブランドン。誰よりも上に立たなきゃいけねえんだよ。お前だけは分かってくれると思ったが。落ちろ、ブランドン。元の薄暗い場所へ。お前にはお似合いのグレイブだ。
よう、ブランドン。相変わらずせっかちだな。久しぶりに二人きりになれたってのに。二人で何でもやったな。見ろ、俺たちは世界の頂点に立っている。何でも自由だ。好きに奪えて、好きに与えられる。夢が叶ったんだぜ。なあ、ブランドン。お前死んでたんだっけな。忘れてたよ。そうだ、大事な人を紹介し忘れていた。ボスだ。死んだってのは嘘でね。時代に合わせて人が変わってもらったんだ。お前に会いたがってたぜ。楽しんでこい、ブランドン。
終わったか。やれよブランドン、今度はお前の番だ。